どうもー。では、今日も、木曜日と定休日なんで水やりをしていきます。観葉植物に水やりですね。よいしょ。という感じで、水やりをしていきます。まあ、いつものように、水道から水やりをしていって、下から出てくる形を取るというところですね。だいぶね、寒くなってきたんで、あ、だいぶ寒くなってきましたね。まだね、葉っぱ、結構青々としてますけども、そろそろちょっと涼しくなるようですね。ちょっとこれからこう秋冬とこう冬になっていく感じかなというふうにこう思いますね。まあ、思いますというか、まあ、もう10月半ばなんでね、それはだんだん寒くなってきて、もう11月ぐらいになるとね、もうだいぶ寒くなってて、11月半ばぐらいになるとね、寒くなるかなというふうに思います。で、去年の冬は、そこまでね、その寒さ、冬やからもちろん寒いのは寒いんですけども、冬の割にはそんなに寒くないかなという感覚が僕の中でありますね。だから観葉植物にとってはその方が優しい気候というかね、そういうふうには思いますね。僕はよくランニングとかするんですけども、それで走っててそこまで寒くないなっていうのが去年の印象ね。今年の1月2月もそうですけど、そこまで走りに行くときにちょっと奥には感じなかったっていうのがあるんで、そこまで寒さがなかったのかなというふうにこう思います。これがね、観葉植物にどう影響するのか、と言っても、葉っぱがね、もう1枚2枚ぐらいまで落ちてしまうぐらい、枯れてしまうんですけどもね、これがどうなるのかなというところですね。ではそろそろチェンジします。一番ね、水はけというか、こう土のね、このあれが下からこうで水が出てくるんですけど、それがこう一番こう水はけが悪い、観葉植物ね。この2つ目に大きいこのツヤのある、観葉植物ですけども、ということですね。で、肥料はね、先週やったんで今週はやらないと。で、来週また肥料をやると、あ、上から出てきてますね。ちょっと土を見しますけど、ちょっとずつ下から水が出てきています。そろそろこれを交換して、でクルシアロゼアですね。クルシアロゼアに水やりをするというところです。まあ、これといってね、そんなにこう変化があるわけではないですけどね。これから葉っぱがどういうふうにこう減っていくかなというところではありますけども。どうなるでしょうかというところですね。まあまあ、それなりにこう今年も、立派にね、いろいろ育ってくれてこう、見応えあるというか、お客さんにもね、よう育ってんねとかこう、言っていただけるんでね、よかったなとは思ってます。ちゃんとこう下から水がこう出てきていると、ちょっと見えにくいんですけどね。そしたら2回目の水やりを。
アングルを変えます。ではアングル変えました。この観葉植物ね、ここで水をあげてですね、こういうふうに下からこう出てきていると、結構勢いよくこう出てきてますね、このね水がね、でこれがですね、こうやって見ていくとこれぐらいこう育っていると。で上の方またね、こう新しいこの辺ね、これなんかは結構生えてきてるんですよね。まだ生えてくるんですね、なかなか、うん、これほんまに植木鉢をね、これ今この大きさなんですけど、これでもそこそこ大きいとは思うんですけども、ちょっと緩めますね、これ。これこの鉢を大きくするともっともっとこれ、育っていくんだろうなというのはこう分かるんですけども、今のところはこれぐらいでいいかなと思ってるんですけど、うん、こうやって見るとね、もっとこう大きいものに変えてもいいのかなと思ったりはこうしますね。こちらまでも結局一緒ですよね。もっと大きくしてもいいかもしれない。これだけツヤが、いやー分かりますね、ツヤがある観葉植物にこうなるんですよね。でこれなんかほんまにちっちゃい最初の、買った時に近い、これ100均で買ったんですけどね、100均で買ったプルシアロジアという、観葉植物ですけども、これも大きくできる。であんまね、でほんまにこのね、これとこれはちょっと上のね、棚の上に置いてるんですよね。だから、植木鉢をでかくするとちょっと大きいへんかなと思うんで、下に置くような場所はあんまりないかなと思ってるんで、だから施術室には置かず1個だけ置いて、こっちはまた変えるとかね、違うとこ置くとかね、してもいいのかなと思ったりはしますけどね。ということで今日の、今週の、観葉植物の水やりは、以上と、なります。ありがとうございます。